明日無限アパレルでございます。この無限アパレルは業界に15年おるわしたけが知識と個性を掛け合わせてみんなで自分だけの着こなしができんかなっていうところを発信しおるチャンネルになっております。よかったらチャンネル登録と高評価もしといてください。だいぶ暑くなってきてじゃな、仕事の方でもイベントごとなんかが増えとって、先週かなはガレージセールを玉野っていうね、岡山の南の海っぺたのところにあるような町があるんじゃけれども、そこでねたくさんの人が来てくれて、まあ楽しいお祭り的なことをね3日間やって、でまあなかなかね玉野とか宇野っていう町に行くことも少ねえから、もう泊まりでね、ホテル借りて行って、まあ玉野の夜をねお酒なんかも飲みながら楽しくやったんじゃけれども、そんな時にじゃ、今日この、動画のタイトルサムネにも作っとるねダサい格好についての気づきがあったから、今日はちょっとそれを発信していこうかなと思っております。ダサいファッションとは一体どんなファッションなんかっていうところをねわしなりにちょっと解説できたらなと思うけ、まあそういったところと、まあダサいと思ったところを出発点にして、それをダサいっていう批判してしまうだけでは意味がねえから、それをどのように改善していくんかっていうのを、まあわしなりの部分ではあるんじゃけれども、お話できたらなと思っております。いってみよう。今日はわしが思うダサいファッションについて解説をしていこうかなと思うんじゃけれども、まあこの画像を見てくれ、皆さんどう思うかの。この画像じゃね、まあシンプルなスタイリングで全体的にかなりカジュアルで緩いスタイリングになってると思うんじゃけれども、まあ皆さんついにこの丈ネタのなってから人のコーディネートディスり出したんじゃねえじゃろうなって思った方もいらっしゃるんじゃねえかなと思うんじゃけれども、かくいうこれその先ほど話したイベントの時にわしがやった格好なんよ。何の気なしにした格好じゃったんじゃけれども、それこそ夜ね玉野で飲みよってから、あれ鏡見たわけじゃねえんじゃけど、こうやってこう見える自分の格好をイメージしながらこう全体像を俯瞰してみた時に、わしダサくねってなんかこうふとね、なんか酒も入っとったけど急にシラフに戻るぐらい、なんかやべえ今日のわしの格好出さないって思ってしもたよな。まあ服好きの方の話とか聞きよったら、もう今日の格好気に入らんすぎてから着替えてえわって言っとったりするのってこう聞いたことある人もいるかもしれんのんじゃけど、わしあんまりね日常の中で自分の部屋で自分が持ってる服の最大の中から選択して着る日々の服選びの中では、本当にね着替えてえなって思うことってマジでほぼ 99.99% ぐらいねえんじゃけれども、今回本当にダサくてやべえって思ってしまうような事態になったよな。でまあこのねさっき見せたスタイリングがダサいと思うかどうかっていうのは本当に人によってね、千差万別あるんじゃけれども、わしの中ではこうあやばって思ってしまったっていうところなんじゃけれども、まあなぜこういった自分の中でダサいというコーディネートが生まれてしまったのかっていうちょっと背景から見ていきたいなと思います。先ほども話した通り、わしはイベントでもう泊まり込みで行っとったわけじゃけ、もう選べる洋服の数に限りがあったんよな。じゃけ2泊3日でまあ土日月と3日間おったんじゃけれども、土曜日はまあ普通にね家で洋服を選んで着ていく格好、まあ、T シャツの替えが2枚とパンツもまあ自分が着とるやつと合わせて2本と、ある程度バリエーションは持って行っとったんじゃけれども、浜野っていうね海っぺての街じゃけあちいじゃろうと思って、あの上のね羽織みたいなアイテムはね1着しか持って行ってなくて、このコーディネートをね作り出してしまったのは2日目の時じゃったんじゃけれども、2日目にねそのトップスをもう連続で着るのはちょっと応援なと思って、エッセイの新袴スラックス黒のパンツにミリタリーのカットソーを着て、で足元は、セッターを履いてね、セッターだけじゃったらちょっとラフになりすぎるから旅のソックスも履いてわしなりにまとめたコーディネートじゃったんよ。でそれだけじゃったらまあ非常にラフなコーディネートではあるけど、まあね夏のスタイル、海ペタのこうロケーションまで考えた時にはそんなにミスマッチじゃねえかなと思うとったんじゃけど、日が暮れてきて海町特有のこう風が吹いてきて T シャツ1枚だけじゃ寒くなってきたんよ。でちょうどガレージセールやっとったから、あーもうええわ、せっかくね自社の商品が安出とんじゃから自分でもなんか買おうと思って、いろいろどれ買おうかなと思っとって、まあ T シャツ1枚着とる状態じゃからやっぱシャツとかを買うのがベターじゃったんじゃけど、まあ置いとるシャツがねラルフローレンのシャツとかじゃったから、ラルフのシャツなあ、まあこれ買ってね一時的にこう寒さをしのぐのはええんじゃけど、いざ家に持って帰って着るかなっていうところがちょっと気がかりだったから、ラルフのシャツは選択肢で外れて、でいろいろ見よったらサーマルのロンティー、スウェーデン軍のサーマルのロンティーがあって、これはもう自分でも個人買いすでにね何枚2枚持っとるアイテムだったから、これは買い足しても全然別にこう無駄じゃねえしええわと思って、スウェーデン軍のサーマルを買って、もともと着とった T シャツの中に着て、だからロンティー着て、そのミリタリーのブラウンのカットソーを着るっていうコーディネートをやった、この瞬間からねすごいダサさが出てしまったと思うよな。だからこのダサいコーディ
ネットが生まれてしもうた原因としては、まあ言い訳っぽくにはなるんじゃけれども、まあ宿泊というところで自分が選べる服の選択肢が極限までこう限られた状態にあった。そしてその服の選択肢が限られた状況下の中で寒いという環境的な要因が生まれてしまったことによって、通常寒いというね、環境的な要因が生まれた時でも自分の持っている洋服の選択肢が広ければ、環境的な要因をカバーしながらも、まあ自分なりに納得のいくコーディネートができるんじゃけれども、そこに自分の持っている服の中でそういう環境の要因をカバーする洋服がなかった。ガレージセールというセールの中で自分のその寒さという要因を満たすためだけにある種ちょっと妥協的に洋服を選んでしまった。そういう偶然と偶然の重なりを適当に組み合わせてしまったことによって、このダサいと自分が感じてしまうコーディネートは生まれてしまったんじゃねえかと思っとるわけ。結果、このコーディネートを改善する洋服を選ぶ手立てもないから、まあその日はそのコーディネートでね、一日過ごして、で夜もね、飲んで、なんならもう酔いつぶれて寝てしまうてみたいなね、ところにまでなってしまったんじゃけど、やっぱりこう妥協と偶然性っていうのがすごく掛け合わさってしまうと、ちょっとダサいスタイリングになるんじゃねえかなっていうのが今回は結構気づきであったよね。だからそもそも自分の家で服を選ぶという選択肢が多い中じゃったら、こういうコーディネートにならんかったじゃろうし、まあ急な気候の変化、温度の変化っていうところに対応するに対しても、自分の洋服がある中で一回家に帰ってまた羽織を羽織って出ていくっていう行為ができれば、まあそういったね、ダサいコーデになる確率っていうのは下げれたかもしれんけど、持ち合わせの服の中で寒さを補うための服がなくて、妥協的にたまたままあこれだったらえっかっていう服を手に取って、それを着てしまったことによって、もう偶然性と偶然性とそこにさらに妥協まで掛け合わさってダサい服が生まれてしまったっていうことなんじゃけれども、まあちょっとそういうある種の言い訳がましいダサさの要因は置いといて、まあ単純にコーディネートとして見た時にね、このコーディネートをするわしを見た他人の人は、あ、寒いからたまたまガレージセールで買ってたまたまダサくなったんじゃな、なんてそんな理解を示してくれることはねえから、まあ冷静にこのコーディネートを見た時にどこがダセんかっていうのをちょっと見ていきてえなと思うんじゃけれども、やっぱりこの半袖とロン T の組み合わせ、これがかなりのダサさのウエイトを占めとんじゃねえかなと思うよ。半袖とロン T を組み合わせること自体が悪いわけじゃねえんじゃけれども、このなんとも言えんチャコールグレーとブラウンのこの色の合わさりと半袖とロン T の組み合わせ、この合わせがほんとかなりのダサさのウエイトを占めとんじゃねえかなと思います。そこに加えて全体的にまあ太めでルーズなイメージのあるボトムにまあ足元がセッタというね、ソックスで多少カバーしとるとわしも酔ったけれども、言ってもまあそこまでねカバーしきれない、まあ全体的にかなりラフなスタイリングの上に、本当になんかこうちょっと南国の観光客みたいなこうスタイリングになってしまってるところっていうのが、まあある種のこういいか悪いかを置いといて、わしが感じるダサさを生み出したんじゃねえかなと思いました。かつ色もね、ブラウン、チャコールグレー、ボトムのブラック、ベージュのセッター、そこにピンクの足袋のソックスっていうね、意外となんか色数そんなにいっぱい使っとるイメージはねえんじゃけれども、色数がかなり散らばってしまっとる。このコーディネートを見た時にやっぱり足袋ソックスのピンクっていうのがね、一番色のインパクトも強くて目がいってしまうんじゃけれども、そこからこのなんとも言えんブラウンの T シャツに視線がねこう上に向かって動いていく時に、なんとも言えないこの色の散らばりが感じられるんじゃねえかなと思う。まあそんなわけでこのコーディネートがね、自分で出せ出せってね言おるのは分かったけれども、このコーディネートをどういう風に改善したらええんかっていうのをやってみたけ、これでどうじゃろうか。やっぱりね、色目をやっぱ極限までまとめてあげる。先ほども言った通り、やっぱりこのコーディネートを改善するのは、やっぱりこの T シャツとロン T のこの組み合わせをやめるっていうのが一番の改善策なんじゃけれども、この T シャツとロン T っていうのをやっぱ固定した上で、このコーディネートを今ね、この部屋じゃったら自分の持ってる洋服が選択肢として最大の状態であるわけじゃから、やっぱりこの T シャツとロン T の組み合わせっていうのは固定した上でどうやって改善できるかっていうのを考えた。その上でやっぱりもう色を極限まで拾う、このサーマルの存在感をどれだけ消せるかっていうのが大事だと思ったよな。じゃから元々は黒いボトム入っとったけ、画像だと本当に分かりにくいんじゃけど、本当そのサーマルの色に極限まで近づけるようなチャコールグレーっぽい色のボトムに履き替えた。そして旅のソックスも色が散らばっとるからやめて、ヒールブーツを履いてすごくボトムに馴染むようにした。そしてアクセサリー使い、帽子もグレーの色にして、サーマルの色を極限まで拾って目立たんようにする。シルバー色のゴチーアクセサリーをつけることによって、もう視線をこのアクセサリーから顔への色のみにこう集中させるっていうところで、わしなりにこのちょっとダサさをカバーしてみたんじゃけど、どうじゃろうか。本当にね、ダサいっていう感覚は人それぞれ千差万別じゃし、このコーディネート、最初に見せたコーディネートがダサいって感じに買った人もおるじゃろうし、この改善したとわしが思ってるコーディネートを見てこれもダセーがなって思う人もおるかもしれんし、本当いろいろな部分なんじゃけれども、そういうダサいコーディネートが生まれてしまう背景にはどういうところがあるんかなっていうところと、まあそういったたまたま偶発的に自分がダサいと思うコーディネートが生まれてしまった、まあ原因をこうね考察して
していくこと、かつそのダサいコーディネートをダサいと自分の中で認めた上でそれをこう改善していくためにはどうしたらええんかっていうところをね、今日はちょっと皆さんにも参考にしてもらえたらええなと思ってお話をしていきました。やっぱり偶然性と妥協みたいなところがたまたまあってしまうとダサいコーディネートが生まれやすいっていうところと、やっぱりわしの中では選択肢がしっかりある中で洋服を選んでいくっていう行為がやっぱり自分が納得できるコーディネートになるっていう、まあ最低条件がある上でそれができない状況下で、偶然性と妥協、この2つがたまたまマッチしてしまうとやっぱりダサいコーディネートが生まれてしまうんじゃねえかなっていうのが、まあ今回、わしがねこういった出張というかイベントごとに泊まり込みで出てる中で感じた、まあ気づきじゃったわけじゃな。皆さんにとってダサいコーディネートってどんなんじゃろうかな。このコーディネートのね、ビフォーアフターについてのね感想なんかも聞かせてもらえたら嬉しいなと思います。私は冒頭でも申し上げた通り、まあこういったね、知識と個性を掛け合わせながら、まあ皆さんだけ自分だけのスタイルができるようなことをまあ発信していけたらええなと思ってるから、よかったらチャンネル登録もして、ショート動画なんかもね、たくさん上げてるから、よかったらまあ見てもらえたら嬉しいなと思います。あとは TikTok なんかもやってるから概要欄から見てもらって、よかったらフォローもよろしくお願いします。ほなな、最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃあ無限アパレル、通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネル。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけえな。ほなな。